スノーマン安倍良平、佐久間大輔、渡辺翔太がそれぞれ個人事務所を設立対処意思はなく新会社と契約も、スノーマンの安倍良平、29、佐久間大輔、31、渡辺翔太、31位が個人事務所を立ち上げたことが17日までに分かった。関係者によると、対処する意思はなく、近日中にも発表される所属タレントをマネジメントする新会社との契約を締結するため、 それぞれ安倍が、アストロレーブラボ・佐久間が、ハレノート・渡辺が、W の名義で個人事務所を設立。関係者によると、他のメンバーにも同様の動きがあるという。